天空島。皆様こんにちは、こんばんは。天空島チャンネルにようこそ。今日は母ちゃんがナレーションします。玄関の脱走防止柵を DIY します。玄関前が県道で車の行き来が多いため、柵 40.5×51.5 14枚、予備に1枚、プールスティック110センチ1本、椅子机の下に貼る滑り止め4個入り1袋、園芸用細棒90センチを6本、園芸用太棒 LL 長さ調整できる3メートルまで伸びます。結束バンド10センチ1袋100本入り1袋で足りました。結束バンド30センチ1袋。家にあった突っ張り棒190センチまで伸びるのを2本。まず下駄箱の柵をつけてみました。滑り止め4個を2枚を1つにします。裏のシールを剥がしてもう一つの丸とくっつけます。こんな感じです。これだけホームセンターで購入したもの、園芸用太棒 LL 伸び縮みできる最大3メートル1本498円。今回はこの棒だけホームセンター、あとはすべてダイソー100均です。先ほどの滑り止め2枚合わせを置きます。上、下、そして固定します。プールスティックは子供がプールで使うビート板です。プールスティックを3等分でカッターで切りました。テンさんもお手伝い、紐をほどいてくれました。猫が私の近くに来て作業を手伝ったり見たり、こんなひとときは幸せです。テンさんは興味を持って近づきますが、姉猫クーさんは少し違うことをすると隠れてしまいます。プールスティック3等分したら縦に半分にカッターで切ります。カッターを使うとき保護具などで手を守ってくださいね。少し切るところを見せます。わかるようにマジックをつけました。こんな感じでパックマンみたく口が開くようにこんな風にします。そして縦に切り込みを入れたところに柵を入れます。これを3枚作りました。柵を2枚上に結束バンドで留め、園芸用細棒を斜めに留めました。そして3枚、4枚目と上に結束バンドで留めていきます。一番上の園芸用太棒茶色180センチ1本と、一番下の S 字タイプキーリング2本を追加しました。真ん中の2本の園芸は先ほどのと一緒です。90センチのです。
この柵は以前ベランダ下の脱走防止用で使用したもの、これを4枚足しました。足した細い柵は隙間ができたので足しました。後ほど見せます。テンさんが父ちゃんへ指示して監督してくれています。一番上に見える横の茶色突っ張り棒も家にあったのを使いました。突っ張り棒は240センチぐらいまで伸びるタイプです。これも100均で300円でした。ここです。ここに約10センチ隙間が空いたので先ほどの柵を使います。キャットランの DIY ベランダ、ベランダ下の脱走防止 DIY、 これは以前作りました。よかったら説明欄に URL 貼っておきますので参考に見てください。普段は3等分した柵を1つ分開けるだけで出入りはできます。こんな感じでできました。三つ折りにすると大きな荷物も入ります。普段は壁側2つ分を上で結束バンドか紐で結ぶと丈夫になります。ここから出入りです。最後にこれは大事、鍵です。 S 字タイプキーリングで留めました。柵の横の茶色い棒180センチもつけて丈夫に。少しの隙間を埋めるスチロール、真ん中が開きます。猫も人間も怪我しないように。そして一番下の紫プールスティックは床も傷つけない。そして滑り止めの役にも立ちます。2個目の S 字タイプキーリングを上の方につければ終わりです。玄関脱走防止が完成しました。 99%100均です。合計29点100円、2点200円、1点300円。ホームセンターで園芸用だけ1本498円。市販で玄関用脱走帽子を買うとなると12,800円×2なので、DIY で合計約4000円プラス消費税。猫川柳、猫承知、とことんケチでよ、母ちゃんよ。